はい、100年戦争ですね。これはですね、始まりというか背景が1328年頃から、ですから十字軍が終わってからですね、十字軍悪行に言いにくいという覚え方があるらしいんですけど、あるそうですが、イギリスプランタジネット朝、フランスは、バロア朝ですかね、バロア家、バロア朝、フィリップ6世というのが出てきますね。この人の王位継承で揉めたみたいですね。で、当時はまあ、イギリスとかフランスとかその家族が入り乱れてたんじゃないかなと私は思いますけど、でフランスっていうのは代々カペー朝だったんですけれど、この時バロア朝のフィリップ6世が継承をするというところぐらいから100年戦争始まるようですね。100年戦争の背景ですね。まずね、